感無量というか、そのなんかね、生まれ変わったような感じですね。馬だけにかなり距離が長くてちょっと疲れましたけどね、まあ、あの大変気持ちいいです、皆さんもねやっていただければこれからねいいと思いますけども、今年の抱負ですね、 やはり無病息災、家内安全、大願成就、その辺でしょうかね。この子はいい子ですよ。顔がかゆいんですよね。